はいどうも、東京都八王子出身、淡路歴4年だけです。はいどうも。はいどうも。7回はいどうも。東京八王子出身、淡路歴2年半、堀田です。同じく八王子市出身、淡路歴2年半、池です。神奈川県横浜市、シティボーイ出身、淡路歴2年のネイチです。シティボーイ出身横浜から来ました、淡路歴1年、秀樹です。同じく横浜市出身、淡路歴2週間、ひろきです。おー、フレッシュ。東京都墨田区から来ました、淡路歴2週間とマイナス2日、岡部です。実は埼玉というわけで、全員20代だね。首都圏からの移住者チームで、この大屋敷をこれからね、盛り上げていこうと思ってますけど、外見当時のプロっぽいけど素人ばっかだから。そうだね。しかもね、よくよく服装見るとそれ何って人もいるから。でもなんかこれだけね、南淡路の天の吹き上げという普通じゃ知らないところに、うんうん、こんだけ若者が集まってこの屋敷を触るっていうのはちょっとおもろいんじゃないか。いや、大変。絵的にめっちゃいいもん。おもろおもろ。だから俺らみんなでこれが愛の里で、それぞれ横横恋愛を育んでいこうかな。キッズ。せっかくみんな揃ってるんでね、この屋敷を使うために大掃除していきたいと思います。これだけ人数いたらね、2チームに分けようじゃないかと。そうだね。きっと戦力差めちゃくちゃあると思う。あの中にあるよ。淡路来て2週間マイナス2日のやつってさ、したことないだろうね。我々からするとそんなズブな素人と一緒にやるっていうのはちょっと勘に触るところがあるので、竹チームとホットチームに分かれて掃除をしていこうと思います。はい、早速行きましょうか。行きましょう。ドリッチ、最初の1人目大事だよ。池さん、はい、来ました。ぽいやつ来たよ。お願いします。じゃあ俺ね、秀樹。最後に残した時、一応面白くなさそう。ドリッチ、ヒロキ、わあ、岡部。いやいやいや、じゃんけんでもらうかもらわないかを選べる。最後の一人だからきっと登場も面白い。ハンパッドオリジールピいらない。うわあ、そっちか。ハンパッドオリジール。あー、やっぱ面白いですね。ってことで、はい、この2チームで掃除していきたいと思います。おーい、おーい、タゲマサチームは雑巾掛けしてこうか。あっちの部屋から畳綺麗にしてこう。あ、畳ね。うん、はい、やっていきましょう。頑張ります。ね、一瞬でこれだもんね。うん、これ乗ってこっちの方。喧嘩してんの？すごい綺麗。喧嘩してる。無理やってきます。仲良くやって。じゃあどう？汚れがえぐい。こことかちょっと拭いてみてよ。拭きたいと思います。これちょっと拭いたら決めて綺麗。だいぶ綺麗になります。これ僕がいる。これ何しに行くの？上からね。屋根の天井です。多分このつなぎ目とかこういう穴から水が入ってんだと思うんだよな。うん、多分この上下がトイレ。セーブ。セーブってあのセーブじゃない？セーブ、あのセーブ。おお、老舗だ。懐かしい広告とか。お、カレンダー。カレンダー2007年。そんなに特別。1940とかさ、出てきてほしいのにさ。2007じゃん。もうじき中学生だよ俺ら。ちょっとがっかりです。これ結構さ、良さげな爪切りじゃん。これはいい爪切りだ。しかもこれなんて、だってパラダのやつ。パラダの、パラダのあのこれパラダの爪切りだ。わ、しかもオールメタルタイプ。やば、これいくら。プラダは結構売れるんじゃないかな。売れるな。だってプラダで10万ぐらい。そうだよね。その上でしょ。プラダはプラダちょうど1個上だから11万は取れるんだよ。なんだこれは。ラグビーボール。ラグビーボール。これなんだろう。うわ。え？え？甲子園の土？
これ甲子園の土かラグビーボールに甲子園の土を入れてるんだやつだ。これは8万でいいや。8万でしょ。8万で遊んでる。いやいやいや、井戸だ。めっちゃ怖い。うわ、えぐえぐえぐ。携帯落とさないでしょ。落としたらもう二度と取らないよ、マジで。やば。なんか落とした音で距離測るみたいな。確かに確かに。いきますよ。はい。よし。結構近いね。近い。意外と近い。かっこいいとこ見せてね。はい。せーの。はい。はいはいはい。取れたかね、井戸いらないよ。いいよ。はい、ダンサー。待って、行きます。やったー、指！ちょっともうちょいこっち行ける。掘った口実作ってます。あ、いい、取れたくなりそう。こういう時にやっぱカメラマンっていいよな。こういう時はな。はい、せーの。お前、俺持ってんだよ。行くよ、せーの。うわ。めっちゃ下ろしたいのに。あ、いい声出てたよ。いいね。お前そういう声出せんだ。いくよ。はい。せーの。はい、行こう。ここまで、ここまで。いけ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 。これで立てちゃえば。オッケー。立てるよ。あ、そっち。はい。よいしょ。オッケー。これもあっち持ってこう。これやっぱあそこに集合させないとさ。おい、パワー。ちょっと吹いただけでこれでしょ。すごいね。綺麗。なんか床が喜んでるのが聞こえる。全然反応されてないけど後輩たち。そうするか。来たか、ついに八王子の二打点と呼ばれてる、ね、秀樹はなんて呼ばれてた。横浜の地位だ。とりあえず横浜の地位だと八王子の二打点だから。岡部審判ね。じゃあ行きますよ。続いてよーい、スタート。あー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 イダテンだ。イダテン。うわ、すごい。秀樹のが力入ってる感じするな。最低だよ。よい。ドン。ああ、最高。埼玉の勝ちだ。埼玉の勝ち。埼玉の勝ち。ってことは埼玉の勝ちだ。超快速。これ意味を変えていい。三段の三段。これ勝ったらチームでドリンクを奢ってもらう。おい。おい、かかってるぞ。エチェルズいて。よーい、ダッ。ああ。今何やって。やばいだろ。よっしゃ、本番行こう。いけついて。よーっと。何が。ラフレシア掃除法。あ、いいね。効率いいね。効率。そういう八王子やつ。横浜もなんかあったらしい。掃除法。あ、そっち向きなんだ。珍しい。横浜。そこ。その後はそこで老けてない部分。ここどうすんだよ、真ん中のとこ。本当はこっち向きでこう行ってどんどんこっち。おもろ。そうやって横浜の勝利ですよ。
そうやって育ったよな、俺らは。何掃除法聞いた？これ何掃除法ですか？これあのスターウォーズエピソード5のジャバザハット掃除法。あ、ゴミ置け。誰か知ってんの？ここに知ってる人いたな。あ、いたわ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 、知ってる人多分腹抱えて笑ってる。あれ、ヒロキスターウォーズ知ってるよね。今のどう？いやでも、もうちょいっす。いけねえのや。あー、宝船だ。綺麗。お、すげくね。うわ、これ 3D じゃない？わー、ほんとだ。 3D だ。他のことを言ってみよう。出っ張ってるわ。わあ、ジャムだ。ジャムかこれ。ジャムだ。そうだね。ジャムだ。お、すごい。いちごかな。どんな匂いするんだ。いちごのジャムだ。こらこら。ダメだな。じゃ、何？いちごのジャムだこれ。ちょっとジャムだ、ジャムだ。あれ？本物？なん、なんだ。すごいな。蜂蜜って書いてある。うわあ、すごい。うわあ、すご。すご。どう匂い？あー、なんかいい、いい、いい匂い。高級食材の匂い。いくんすか？いや、触るんすか？いや、食べるんだ。匂い嗅いでたら絶対やばい、絶対やばい。すごい笑いよりも引いてるわね。持ってかれる。はい、ということで、私のチャンク、俺たちのチャンクやってたんでしょうよ。びっくりしすぎて噛んじゃったよ。なんつったんで。サクッとね、綺麗になったところを見てもらおうと思うけど、ここだけでも俺だいぶ印象違うと思う。いや、マジでめっちゃ綺麗。綺麗だよね。これでもね、開くといいイメージ違う。明るい、めっちゃ暗かったもん。こもってる感じした。ここすごいじゃん。ここも一個一個ね、ロープンがけからして、3番になります。ここも開けられる。次この家から。この眺め最高だね。この部屋いいね、気持ちいい。うん、気持ちいい。これもだいぶ変わったよね。改めて色が出てきたんですよ。深いね。すごい。スリーパー何個分？あ、8を。ちょうどスリーパー8を。8をスリーパー向けじゃない。サムネつけるとしたら。で、1番はやっぱ上だよね。うん。2階がやっぱ。うわ。すごい。ここでだいぶ時間取ったもん。そうだね。ここまで住んだのは20日だ。7人すごくないか、このゴミの量。すごいっす。だいぶコンパクトにしたけどね。ハウスとか丸々あったやつをぶっ壊してコンパクトにしてここに集めたって感じ。コンパクトにしなかったら本当東京ドーム1、2個分ぐらいのゴミは出ました。いや、なんとなくこれだけの屋敷を掃除するってのはそういうことで。そう、埼玉スーパーアリーナは埼玉スーパーアリーナは3個分。そういうことじゃない。そういうこと。呼ばれてんで。あ、僕ですね。そうそうそう。でも本当いろんな人が集ってくださったので助かりました。ありがとうございます。わあ、好青年。いつか住むの？まあ、2ヶ月後ぐらい。2ヶ月このペースでいくと。まだもうちょっと頑張らないと。もうちょっと頑張って住める。はい。なんか一部屋一部屋使えそうっていう絵が見えてきて、うん、本当いろんな人が関われるような家になっていきそうで。そうですね。出すだけじゃなくて作る必要もありそうだね。そうだ、ちょいちょい今後ね。で、一旦やっぱ更地に戻すまで頑張らないといけない。今度のマンパワーはどうするの？っていうかこれ見てる人も私もやりたいっていう人いたらコメントしてほしいよね。で、本当いろんな人関わってくれたら嬉しいし、で、本当全然知らないそこのあなた、なんかメッセージくれたらね、うん、私もやりたいみたいな言ってくれたらいいなって思う。なんかみんなでおもろい家作っていけたらと思います。はい。まあ、こんな感じでこの家のこともそうですし、僕らの活動、淡路島の魅力、いろいろアップしていきたいと思いますので、気に入ってくれた方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではアディオス。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 